学校ってつまらない。早く終わらないかな。うん、今がチャンス。色をつけちゃおう。あ、ちょっと何してるの。そのブラシ離しなさい。今日も仕事頑張ろう。ん、何事。ダメ。うわ、うわ、何もなかったふり。もう絶対に許せない。それ、この子のせいよ。綺麗にしなきゃ。うわ、これ見て。オタクすぎない？こら、二人とも、これが最初の課題。簡単そう。でもどっち？右？左？どうなってるの？まあいいや、関係ない。ヨガやってるんだ。先生もやりなよ。ブラシは？あった。よし、始めよう。まずは黄色。どうなるか楽しみ。想像力を働かせるとお腹がすく。ポテチ持っててよかった。うん、おいしい。いい絵ができそう。芸術作品。あ、口が汚れちゃった。これでよし。何が起こってるのか理解できない。よし、いい感じ。完成。ほら見て。ちょっと雑なところもあるけど、まあいいや。嘘でしょ。私もやってみる。いた、体硬いな。うわ、しかも臭い。足跡を取ったら周りに色を塗るの。足の上にも重ねて白い絵の具を追加する。よし、今度は黒いペンでなぞるよ。アウトラインになるようにね。鼻と目を追加。まつげが可愛くない？羨ましい。綺麗な馬に魔法をかけるよ。ユニコーンに大変身。完成。どう思う？すごいでしょ。ほら、正直に言って。ふん、これには勝てない。私に見せて。昔からユニコーンが大好きなの。ふふ、私の勝ち。おい、嘘だろ。あー、おいしい。僕シェフに向いているかも。ただのサンドだけどね。塩コショウを追加しよう。いい感じ。次のチャレンジはこれ。ベタベタに要注意。ノリを取って。いきなり現れた。すごいけど、ただの編集じゃない。まあいいや、いいこと思いついた。私のメイクがインスピレーション。絵にノリをつけるの。ワンピースと髪の毛の上にね。これで十分かな。その上にグリッターを振りかけるよ。青が素敵。次はピンク。私もピンクに染めたいな。ワンピースの上部分は暗めの青。ふーってするよ。やった。わあ、かわいい。うん、何してるの。僕も早くやらなきゃ。あ、そうだ、糊で円を描いたらサンドをくっつける。ほら見て。お、あれ、なんか違う。ブラボー、すごいわね。ふん、待って、この塩使えないかな。試してみよう。時間をかけて丁寧に作るよ。糊で文字を書くんだ。上に塩を振りかける。糊を覆うようにね。しっかりくっつけて。余分な塩は取り除く。まだ終わりじゃないよ。絵の具を加えるんだ。いろんな色を使うといい感じになって目立つんだ。わお、すごい。完成。気に入ってくれるかな。頑張ったんだ。私も頑張ったよ。この部屋ほこりっぽい。うん、悪くない。リアムのハロー素敵。リアムの勝ち。イエーイ、やったね。ガムもう味ない。捨てるのもったいないから使ってみよう。いくよ。ちょっとやめてよ。今度は許さないよ。僕のせいじゃないもん。私じゃないよ。ほんと最悪。まだ見てる。絶対に残りさせてやる。仕返しの時間。椅子にサボテンを置いて。
あとは待つだけ。面白かった。いた、お尻が。今の何、一体なんだ。子供なんだから、よし、やるしかない。わお、イーゼル見てみよう。待って、いいこと思いついた。キャンバスの上に絵の具を絞り出すよ。ドットにしたら、今度は黄色。キャンバス中に乗せてね、他の色も。これでいいかな。できたら物差しで広げる。絵の具を下に引きずるようにね。色が混ざっていくんだ、こんな感じ。次は黒いペンでこうやって線を引く。小さなトゲも描くとサボテンみたいになる。簡単でいいアートだろ。ああ、もっと近くで見せて。自然大好き。今度は私の番。それちょうだい。どうしようかな、考えて。わあ、そうだ。キャンバスの上に白い四角を描いたら、上にチェーンを乗せるの。四角と三角を作ってね。色を加えるよ。ここには赤い絵の具。いろんな色を使うの。なるべく端の方にね。一周ぐるっとしたら、金属のリングを使う。チェーンを通すと絵の具を真ん中まで広げてくれるの。絵の具が混ざって、こんな模様が出来上がるのよ。すごく綺麗。わお、気に入った。これは飾っておかないと。見せて。わあ、確かにすごい。難しいな。でも先生の勝ちかな。うわあ、本当に嬉しい。今回は認める。待って、サボテンのトゲが刺さってる。うん、最悪。誰のせい、もしかしてあいつ。うん、許さない。うん、このマシュマロ美味しそう。おやつの時間。うわ、いいな、羨ましい。ちょっとやめてよ。ダメ、これは私の。意地悪、こんなのずるい。え、ああ、ありがとう。でもこれで何すればいいの。なるほど、よし、試してみよう。長いストロー。ああ、喉乾いた。頑張った自分へのご褒美。うん、最高。あれ、ソーダが減ってる。それにあのストロー、見覚えがない。ああ、そういうことね。私だって負けない。ディアムスパイス好きかな。 うわ、やばい、熱くなってきた。待って、そのまま。うん、トーストされたマシュマロ、やった。柔らかくて甘くてトロトロ。うわー、重たいな。次のチャレンジはこれ。水が欲しい。開けてみよう。うわ、風船だ。すごく綺麗。うん、マシュマロ使えるかも。ボウルの中に入れて着色料を加えるの。緑にしよう。しっかり混ぜるよ。うん、美味しそう。いろんな色で作ってね。黄色いボウルにブラシを入れたら、優しく紙の上にのせる。次は緑。同じようにのせてね。雫の形を作ってね。何個か作ったらペンを使ってマシュマロから線を引くの。下でつなげてね。風船に見えない。しかも美味しそう。よだれが出てきた。うわ、すごいな。あんなのに勝てるわけない。ストローはもういらない。あ、待って、やっぱり使えるかも。黄色ちょうだい。片端を色のついた水に入れて紙の上で膨らませる。シャボン玉を作って割れるのを待つよ。なんか楽しい。紙全体に作ってね。ペンの登場。風船の下部分と紐を描く。全部ね。ふわっと飛んでるみたい。すごいと思わない？思いついてよかった。今回は絶対に勝つ。間違いない。どうかな。うん、どうしよう。今回はリアム。
僕やったじゃなくて当たり前でしょ。うん、甘い。どんどんやる気出ちゃうわ。何してるのかしら。コーラ、お菓子禁止なのは分かってるでしょ。こんなに飴ばっかり食べて。あれ、これは取れない。どうなってるの。いいでしょ、自分で書いたの。やるじゃないの。何をしてるのかしら。これは、あ、校長先生、お菓子は禁止、居残りですよ。違うんです。わあ、何ここ。説明しますよ。道具を持って。なー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 なな、鳥の真似よ。そしてこれが初めのアートチャレンジ。よく考えて。あ、このスカーフ、そんなに難しくないはずよ。え、これってもしかして。どっか行け、こら。えい、何やってんだか。そうだ、いいアイテムが入ってるはず。なんでこんなの入ってんの。まあいいや、どこかな。え、悪趣味ないたずら。お、やった、いろいろ入ってる。ただの本じゃない、使えない。ゴーグル、全然使えないじゃない。何この落書き、だいたい意味わかってないから。あ、わかった、数字を使っちゃおっと。体さえかければ数字を使ってちょいちょいっと。あとは頭にもこうして。鳥に見えてきたでしょ。色を塗ったら見違えるよ。いい感じだね、小鳥ちゃん。綺麗な羽を描いてあげる。虹色にしちゃうよ。できた。どうですか、数字を使ってみたの。素晴らしい。あなたは。災害に見舞われました。こんなありさまです。おう、兄、あなたの勝ちです。やったね、私に。ありがとう。こんな状況じゃいい仕事なんてできません。傘避けなきゃよかった。はい、次のチャレンジですね。リンゴなら何度も見てますから、どうするかは承知ですの。まん丸にするのが鍵ですわ。ヘタがはみ出ちゃった。丸を大きく描きすぎた。もうやり直しじゃない。何かアイディアは。ああ、完璧なリンゴ見っけ。今ならバレなさそうだし。行きます。ミッションインポッシブルリンゴ編突入。準備はできてる。サクッと切ればいいだけよ。ん、兄は何してるのかしら。やめなさい、座って。バレた。もうちょっとだったのに。とりあえず書くしかないか。アップルって英語で書いて。 APPLE。 待てよ、スペルに GO をつけて。 GO をリンゴに変えちゃう。これを参考にすればいいんだ。よし、次は大きめに GO を書いてみようと。数字の5って半分のリンゴに似てるって思わない。数字から書いたリンゴには見えないはず。色を塗ればなおさら。色をなじませれば本物みたいだよ。ヘタも忘れずにね。影もつけて。細かい詳細も忘れちゃダメよ。おいしそうに描けたよ。ね、そう思わない。じゃん、終わりました。私も本物みたい。そっちは平らね。これは明らかに兄の勝ちね。おめでとう。やった、勝った。本物のリンゴだったらな。私も。うわ、誰かの食べ残しのリンゴじゃない。うわ、やった、私のは新鮮。
ああ、私の大切なお利口さん、本当に可愛いわ。そうね、私の愛犬を描いてみて。はじめー。よっしゃ、犬の絵は得意なの。頭、体と足描くだけでしょ。あれ、ちょっと変かも。もう一回やってみる。次は大きめに描いてみる。ああ、またダメだ。もう、ダメ。最悪。ちょっと、いた。何よ、痛いじゃないの。そうだ、いい考えがある。手をなぞってみよう。輪郭さえ描ければ、あとはクリエイティブにいけるじゃない。大丈夫、仕上がりは素敵だから。ねえ、あとは色塗りだけよ。お利口さんは茶色に塗ってあげましょう。ピンクの舌も忘れずに。犬といえば長い舌。じゃじゃん、どうですか。そっくりよ、素晴らしい。あなたは、アーニー。何、仕上げてないの。それじゃあエマ先生の勝ちです。まあ、美味しそう。ありがとう。チョコレートのワンちゃん、これから行くわね。美味しそう。濃厚ね。ひどすぎる。落ち着いて、一つあげるわ。本当にありがとう。そうだわ、次はリアルアートに挑戦して。皆さん、あれ、ちょっと、あら、申し訳ありません。その手を描くの。わかりました。考えがあるの。よし、これが使えるはず。こっちの方が断然使える。よし、手を借りよう。なぞればいいだけだ。このチャレンジももらったわ。ねえ見て。ちょっと待って、何それ。いや、これ面白いね。いいこと考えた、お利口さん。え、何、え、何だったのかしら。耳きれいにしてる。え、やめなさい、仕事してるんだから。あ、そうだわ、いいこと考えた。アートはコピーでなくインスピレーション。少し曲がった指が意欲をかきたてるわ。ネイルといえば赤よね。まとまってきたわね。おしまい。どこに行ったのかしら。もう本当に。はい、出して。いいじゃない。え、どうやって描いたの。隣に置いたら全然生えない。もう、まあ、なんて素晴らしい作品。誰か呼んでる。私への褒美よ。まあ、素敵じゃない。アートの女王よ。欲しいんでしょ。おめでとう。取ろうとしない。お嬢さんたち、これ描けると思う。始めなさい。これは朝飯前だわ。このチャレンジにはピンクを使うわ。いいじゃん。まずは紙のカップから。ピンクは私のお気に入り。サイズも合わせないで描いてるわ。10センチくらいかしら。どう？次はアイスの部分。おいしそう。あ、でも緑にしなきゃよかったかも。はあ？はい？それ、アイスクリームのつもり？うわぁ！こんなの書いてない。緑が良かったんでしょ。アマチュアあるあるね。本物みたいなアートが一番。まずはアイスの部分から始めます。色は後ですよ。基本が大事ですからね。ね、言ったでしょ、きちんと詳細も加えないと。ね、アイスクリーム、カップにも描いちゃう。そしたら色を入れますよ。私もアイスが食べたくなっちゃう。
本物みたいなアートを描くとお腹も空いちゃうわ。もう少し詳細を加えて。できた。終わりました。目の保養にもどうぞ。見てみましょうか。なんて傑作。それわお、本物のアイスクリームに最高のご褒美だわ。こんなのひどい。ブロッコリー嫌いだし、木の味がする。傑作だ。先生をいい感じに描けたと思う。でもまだやることがあるんだよね。必要なのはこの絵の具。黒板消しに乗せてくよ。たくさんは必要ないからね。いろんな色を乗せてね。これを横向きにして。準備できた。あ、先生が来た。おはようございます。始めるわよ。え、冗談でしょ。誰がやったの。やった人正直に出てきて。多分出てこないと思います。校長先生によく似ているけど消さないとよ。嘘。え、どうなってるの。それ面白いと思っているのかしら。いえ、誤解です。私じゃないです、リジーです。なんでそんなの見たこともないのに。まあどちらかがやったんでしょう。わかりました。知る方法は一つだけ。首にしないで。待って、どうなってるの。ここはどこ。あ、こりゃ楽しそう。お絵かき対決の時間よ。こんなの楽ちんだね。ふう、遅れたと思った。テスト用紙持ってきました。きっといい結果に驚かれると思いますよ。違う動画撮影に来ちゃったようね。でもここに来た以上は見てみましょう。うん、ここまで順調よ。とても緊張してます。うん、興味深い。それはいい運ですか悪い運ですか。あとこれもどうぞ。あら、とても素敵ね。なんだか寛大な気分になっちゃったわ。評価はこれよ。素晴らしいわ。その調子でね。 A+、 すごい。これもあなたに。こんなの契約になかったけど。あとこれは回収します。では時々この仕事が嫌になるわ。予想外だったみたいね。なんてどんでん返しなんだろう。ちょっと待って、花でアイディアが浮かんだわ。フォークにペンキを塗って、それを紙に押し付けていく。違う色も使って同じ工程をするわよ。どんどん進めて。まだやることは残ってるわ。次に筆を取って根元に絵の具を丁寧に塗っていくの。それから茎を描いて。他の花も同じようにね。次は葉っぱよ。絵の具が消えていっても気にしないで。むしろそれでいい味出るからね。最後に草を生やしたら終わり。かなりいい感じにできたわ。次はあなたね。ああ、いい感じね。何か書かないと。ポケットに何かあったかな。これしかない。これをどうしたらいいんだろう。負けちゃうよ。待って、いいこと思いついたかも。風船の中にビー玉を入れて、その上から輪ゴムで巻く。次に風船を裏返しに折り返すの。こんな感じよ。次に空気を入れて、ほんのちょっとだけで大丈夫。これでよし。そうしたら絵の具をつけて、底部分に全体的にね。そうしたらそれを紙に押し付けていくの。版画みたいな感じにね。何回か繰り返すよ。これだけでも可愛い。これで最後。次に黄色の絵の具を用意して、中心を塗っていくよ。それから緑色の絵の具で茎を描いていくよ。葉っぱを加えたら、うわ、いい感じ。こんなお花誰かからもらえたらいいのに。できたよ。どうかな。自信なくなっちゃったでしょ。あら、まずは結果を聞きましょう。あなたにチャンスはないわ。終わってよかった。待って、これも評価しなきゃいけないの。大丈夫よ、理事。そのまま頑張って。クリエイティブね。これは難しいから引き分けね。悪くないじゃん。次は何だろう。ちょっと待って。もしもし、起きてねえ。肉汁が垂れているわ。ちょっと待って、すぐ戻るから。楽しませてもらうよ。あれ、ここはどこ。やあ、わあ、うまくいった。ごめんなさい、ついうっかり。これが次の対決よ。ハンバーガーを描いてね。美味しそうに描くこと。どうやって。
これは難しいな。待って、答えがここにある。とっても簡単だわ。ポップイットをここに置くよ。それから縁周りに絵の具を塗る。この部分にはオレンジ色を使うよ。それからくぼみにもね。次はレタスの緑色を塗る。お腹が空いてきちゃった。準備ができたら裏返して。そうしたら押し出していくよ。うわ、気持ちいい。この挑戦ワクワクする。芸術的で楽しい。よし、集中して。ポピットをそっと持ち上げるよ。ほら、ハンバーガーができた。食べちゃいたいくらい美味しそう。見てよ、これに勝てるかしら。ああ、努力賞でええかしら。頑張りは認めるわ。さてと、そう、これを探してたの。速達で注文したから。来た、ありがとう。うん、美味しそう。でもこれは食べずに、バンズに沿って円を描くわよ。うん、美味しそう。待って、思ってたのと違う。どうしてこんなことに。あれ、いただかなきゃ。釣りの時間ね。うん、やった。あとはリールを巻くだけ。こっちにおいで。気をつけないと行っちゃうよ。するべきことは分かってるわ。円に線を引いて区分けるのよ。それぞれの部位に合わせてね。ハンバーガーに見えてきた。幸い参考になる本物があるからね。あれ、なくなってる。あれ、なくし物かな。さっきまでここにあったのに。うん、あ、何かありました。そろそろね。さあ、絵を見せて。でもハンバーガーが。どうでしょうか。こんなの不公平よ。何を言ってるのかさっぱりわからないわ。素晴らしいわね、理事。それは何かしら。次は頑張って。リジーの勝ちね。見てなさいよ。ベーだ。次の対戦準備はできたかしら。待って、メッセージが来てる。え、孫が。あら、忘れてたわ。そんな時間ないのに。おばあちゃん。あ、可愛すぎる。あ、会えて嬉しいわ。わあ、絵の具だ。ダメよ、触っちゃ。意地悪。うん、でも大丈夫、あっちにもあるから。それはどうかしら。でも絵を描きたいのに、いつもそうやって何でもダメダメって。泣かないで。ほら、このペンを持って、好きな絵を描いてごらんなさい。いいよ、やってみる。描きたい絵はもうあるからね。きっと驚くよ。私の手だよ、気に入った。すごい、君って天才だね。あれ見て思いついちゃった。やってみよっと。まずは手の周りをなぞって、そこに2本の水平線を引く。ディテールを加えて。きっと驚くよ。さて、くちばしを描かなくちゃ。それから翼も。それらしくなってきた。次は色付けね。くちばしには赤を使うわよ。明るくカラフルにしたいからね。あとエキゾチックに見せたいから。終わり。思い描いていた通りだわ。これを見て。なかなかいいでしょ。おっと、おばあちゃん見て、あれ手の形からできたんだよ。すごい、才能がとってもあるんだね。うん、言うほどでもないよ。今からすごいもの見せてあげる。まずは親指を突き出した状態で、手のひらを紙の上に置く。その周りをなぞるよ。ただ一箇所だけ少し隙間を開けておいてね。開けたところは波線で埋める。次に親指部分に笑った顔を描く。とってもかわいい。2本の小さなアンテナを足して、親指の下の方にどんどん線を引くよ。下まで行ったら残った指を葉っぱに変える。とっても簡単でしょ。色塗りしていくよ。葉っぱには緑を使うよ。芋虫にはこの色が似合いそう。うわ、腹ペコそう。口を赤く塗ったら、ほら、これすごいでしょ。食べなさい、芋虫くん。なかなかいいわね。でも私の鳥の方がもっといいわ。これからわかることね。あなたが勝者を選んで。うわ、責任重大。あの可愛い鳥好きだな。こっちも見てね。おばあちゃん決めたよ。ああ、勝者は2人とも。本当に、イエーイ。やったね。なんて柔らかくてふわふわなのかしら。抱かせて。ああ、いいこと思いついた。次は猫を描いて。猫を描きたかったんだ。ちょっと待った。もっと面白くしましょう。目隠しをしてやってくださいな。え、嘘でしょ。待って、一つしかない。一緒に使えって。うん、分かった、こうしよう。負けた方がつけるってことで。あは、私とじゃんけんを。
わかったわ、それなら公平ね。いくよ。勝った、わーい。勝ったからっていい気になって、早く終わらせよう。メガネがないと見えないのに、それに暗闇苦手なの。ペンはどこだ。あ、あった。うまくいくといいんだけど。どうかしら。聞かない方がいいかも。私もそろそろ始めよった。うん、どうしようかな。待てよ、あれは。あの数学の問題が役に立つかも。そうだ、あれだ。数学がこんなに役に立つとは思わなかった。じゃあ始めるよ。まずは数字の5を書いて。0、2つはこっち。0の中に線を書くよ。この大きな円が猫の顔になる。鼻とひげを加えるよ。それから眠そうな目が2つ。次に耳を書く。大きな輪を書いて5につなげるよ。そして尻尾を書く。順調ね。猫に模様をつけよう。全身に足していくよ。それが終わったら色を塗っていくよ。模様部分には濃い茶色、体全体は茶色に色付けするよ。いい感じにコントラストをつけたら、わあ、完璧。これを見て。誰かに似てない？すごい、まるで鏡を見ているようだわ。気に入ると思った。そっちはどう？うまく描けた気がする。ああ、今の忘れて。これは私の本気じゃないから。目を細めたら猫に見えるかも。嘘でしょ。これで勝者は明らかね。さあ発表して。そうね、リジ。あら、待って。私は頑張った。あら、悲しまないで。どうしましょう。わかったわ。あなた、それからあなたも勝ちで。冗談でしょ。これがいつもこれでうまくいくの。冗談じゃないよ。楽しみにしてたのよね。温かい紅茶に勝るものはないわね。ああ、忘れるところだった。これに合わせるものといえばペロペロキャンディーね。うん、美味しそうでしょ。私ったらいい仕事したもの。うん、どうしたらいいかな。なかなか思いつかないけど。あ、いいこと思いついた。私もペロペロキャンディー持ってたんだ。放課後用に取っておいたんだけど、こっちのが大事だからね。ここに置いたら参考にできる。よく似せられたかな。今度は青で塗るよ。棒部分には赤を使うよ。食欲がそそられるわ。中性ペンを使って反射を描く。影部分は黒の鉛筆で描いたらよりリアルになる。これはもう必要ないね。ねえねえ。ん？何？これどうぞ。本当に優しいわね。私ペロペロキャンディー大好きなの。あれ？つかめないわ。なんて滑りやすいのかしら。どうなってるの？引っかかったね。これは絵だよ。騙したわね。受けて立とうじゃないの。まずは紙を折りたたむわよ。折り目をつけてね。折り目の上から描いていくわよ。ペロペロキャンディーに似せたいの。これが棒部分になるわ。色をつけて。上半分は赤、下半分を緑にして。ディテールを足していくわよ。より良くしたいからね。今度は紙を開いて長い赤線を引くわよ。上下をつなぎ合わせて色を変えたら同じ工程を。虹模様にしたいの。思い描いた感じになってきたわ。最後に紙を折りたたむ。面白いのができた。ちょっとこれ見てくださるかしら。それだけ？なんてことない。あれ、なんか変だよ。髪を持ち上げられない。どうなってるの？うん、わかった。あなた何かやったでしょう。あれ、何の話だかさっぱりだわ。まだ終わってないわよ。終わりよ。すごい、見て、とっても手が込んでる。自信を持っていいと思うわ。リジーは？ちょっと待って。早く見せて。ちょっと待って、お願い。がっかりしたわ、リジー。ではあなたの勝ち。まあ、ありがとう。そんなのひどいよ。早速回すわよ。私がやりたい、ゲストだもん。私のアイディアよ、話して。じゃないと。やめて、壊れちゃう。わあ、これ見て、バラを描くのね。あれは何？美しい二人には美しいバラを。気まずい。美しさを見せておくれ。あなた、いいわね。
チャレンジスタート。やっと、まったくもう集中できるかしら。まるで芸術作品を見ているみたい。よく言われるんだ。素敵なちょびひげ。本気？ねえ、これ勝負ですけど。ああ、そうだった。バラに見えないわ。いいこと考えた。ハートの中に三角を描いたら花びらになるから、あとは残りの部分を描くだけ。いい感じ。次は葉っぱ。ヘタも忘れないようにね。完成。美しい。ナイス。私のはこれ、シンプルなの。どう？お気に入りはどっち？美しい。うわ、君の勝ち。やっぱり景品は何？あなた大切にするわ。いい匂い。やっぱり先生が選ばれたか。何嫉妬。次は何だろう。待って、私が回すわ。どこで止まるかしら。小さな小鳥ちゃん、かわいい。ほら、描き始めて。私、絵の具得意じゃないの。でも試してみる。自然の中にいることを想像して。それがコツよ。この赤素敵。やだ、最悪。もっとひどくなっちゃった。この手見て。こうなったら仕返しよう。何するの。髪を動かしたのが悪い。これ見て。私のせいっていうの。違うけど。待って、この手形もしかして使えるかもしれないわ。どうなるかしら。ここに黒い絵の具をつけてくちばしの完成。足もね。これで出来上がり。完成。かわいい小鳥ちゃんよ。助けてくれてありがとう。ずるい。でもかわいい。私のは微妙かも。見せて。しょうがないな。今回の勝者も決まりね。やった。あら、こんにちは。まるで漫画のプリンセスの気分。わお。触ってもいい？ダメ。自分で探しなさい。別にいいもん。すげえ。今度も負けないわよ。とにかく落ち着いて。私は負けず嫌いなの。回すわね。今度は何かな。面白そう。こんなの簡単すぎよ。でも何をすればいいのかしら。自信なくなった？描き始めよう。ルナが何をしているのか見てみようかしら。ズルしないでよ。ホコリを見つけたのね。続けて。ホコリ？本当に？まずは Y を描くの。次は指。もう一つの指も描いたら残りの手を描いて真ん中にハート。完成。完璧でしょ。どう思う？まあまあね。私のはこれ。今回は私の勝ち。やった。頑張ったわね。景品があったの？ルナ、いいかな。ロマンチック。あ、でも私は一人ぼっち。今度は私が回すわね。待って、何？しょうがない、ちゃんと回してよ。犬、これは勝ける。勝てるとでも思って。朝飯前よ。犬、何から始めればいいんだっけ。動物が好きでよかった。まずは円を描いて。次は、次は何してるんだろう。あれ、犬なの？そうだ、小さな円を描く。これで十分。半分の絵も描いたら
鼻と目を加えるの。ディテールにも注意して。尻尾もね、できた。小さくて可愛い犬、すごいと思わない？どうやって描いたの？確かに賢い。先生のは？いろんな芸術があるのよ。目を細めれば犬に見える。うわ、誰の勝ちかな。わあ、見て、やった、犬もらえる。ふわふわの犬がいいな。なに、これだけ？かわいいけど、本物が良かった。私がもらう。どうぞ。よし、この色を混ぜてと。よし、見てない、今がチャンスだ。このリンゴ、すんごくジューシーで美味しそう。なんでリンゴを持ってるの？バレちゃった。うわ、変なところに来ちゃった。面白いことになりそう。もしもし、久しぶり、元気にしてた？マニキュアでも塗るか。光が？一体どうなってるの？宇宙人と UFO だ。やばくない？すごすぎる。次はどうなるんだろう。手なしだって、ちょっとずるくない？私は片手を使えるから大丈夫だわ。宇宙人を描き始めよう。これは頭で、次は胴体。やっぱり宇宙人にも腕が2本必要よね。次は足を描いてみよう。次は細かい部分。黒くて大きな目と小さな鼻と口。これで動き出してみよう。片手が使えれば簡単なのに。うわ、本物の宇宙人が現れたわ。お皿にマーカーで何か描いてるわ。何を描いたんだろう。自分の顔を描こうとしたみたい。ねえ、ちょっとこっちも見てくれない？ほら、水が動くと踊り始めるのよ。うわ、かなりダンスが上手みたいね。気に入った？面白いでしょ。イエーイ、気に入ってくれた。うわ、すごいケーキ。うわ、こっちに置いたってことは私にくれるの？はい、あげる。うわ、こんなケーキ見たことない。向こうはケーキなのに、私はこれだけ？宇宙人の落書きか。ねえ、私のお皿どう？これはいらないの？ケーキと交換しない？やだって、自分で書いたくせに。信じらんない。おいしそう、いただきます。はん、はん、超うま。買ってよかったわ。フルーツ味のキャンディーは最高。特にトロピカル味はお気に入りだな、私。待てよ、いいこと考えた。袋から出してみようっと。すごくカラフルで綺麗。特にピンクが最高。ちょっと整理してみよう。青から始めて、次はピンク。よし、綺麗に並べたら魔法を使っちゃおう。よし、成功。ポップイットに変身させちゃった。遊んじゃおっと。何それ、ちょっとアートをやるんじゃなかったの？そうね、ポップイットが楽しくて忘れてた。やった、今回は両手を使えるわ。よし、チャンスだわ。ちょっとこれを借りちゃおっと。でもアートのために使うの。まずは赤から。よし、まずはポップイットの内側に絵の具を塗ってみよう。どんな感じに仕上がるのか楽しみだわ。よし、次はオレンジ色の番よ。よし、オッケー、次に行ってみよう。ポップイットをひっくり返してからポップしちゃおう。赤、赤、次は青。両手使えると便利よね。いいこと考えた。鼻を使ってみよう。鉛筆の代わりにしてっと。絵の具が冷たい。鼻を使えば点を描けるわ。よし、上出来。色を変えてみよう。見て、鼻でポップイットを描いちゃった。イエーイ、私のも完成。完璧に仕上がったわ。ほら、私の方が全然うまく並んでると思わない？うわ、魔法だわ。ポップイットクッキー、いただきます。めちゃくちゃ美味しい。すんごく綺麗だし、止まらなくなりそう。
うわ、何この光。わあ、今回は箱みたいね。私はこっちにするわ。うわ、見て、スプレー塗料が入ってた。こっちは何だろう。振ってもわからないから開けちゃおう。うわ、いろんな色の色鉛筆だ。最高。あ、見て、箱がもう一つ。中身は何だろう。見てみようか。うん、予想外の展開。目の形のグミだわ。プニプニしてる。お腹が空いてるから食べちゃおう。うん、めっちゃ美味しいし、食感も最高。わあ、美味しかった。もっとあればいいのに。見て、二人とも手を使えるわ。よし、手袋もつけたし、準備 OK。 まずは真ん中を青く塗ってみよう。次はコップを置いて白をスプレー。よし、完璧な円ができた。次はお皿を逆さまに置いてから黒をスプレーしてみよう。その後真ん中を黒く塗れば目の出来上がり。次は鉛筆を持って片手で目を描いてみよう。今のところうまくいってるわ。よし、できた。じゃーん、かわいい笑顔の完成。わあ、どうやってやったの。うん、すっごくうまくできてるでしょ。うわあ、魔法でグミの目玉になっちゃった。それも今回は巨大。うわ、超でっかい。私にくれない。あ、ダメダメ、私のだから。巨大な目玉を食べちゃおうっと。ああ、ケーキあげなかったし自業自得かも。どうなってんの、何これ。もう一つ、どんどん出てくる。紙があるけど。ああ、光ってる。また魔法だわ。ああ、アイスクリームだ。かわいい。すんごく美味しそう。本物だったらいいのに。すごい。ちょっと見せて。すごく楽しそうね。また手なしか、最悪。よし、片手で鉛筆を持って赤から始めてみようっと。アイスクリームの塗り絵を楽しく塗って、いろんな色を点を描いて、赤と黄色と青と白。その後水を加えて混ぜてみよう。楽しそうに塗ってる。こっちも始めなきゃ。口を使ってやってみよう。どうにかできそうだわ。よし、まずは点を描いてと。他の色も使っていいよ。そしてこの色も。あー、ダメだ、全然うまくいかない。こんなになっちゃった。じゃーん、一応カラフルだけどやっぱりイマイチだな。こっちも終わったわ。見て、色のブレンドがかなりうまくいったわ。最高。うわ、本物のアイスクリームになった。願いが叶ったみたい。絵のアイスクリームコーンにそっくり。食べてみようっと。美味しいかな。めっちゃ美味しい。アイス羨ましいでしょ。でしょ。今回は何だろう。めっちゃ楽しみ。うわ、見て、カエルが出てきた。泣きながら飛び跳ねてる。よし、カエルを描く準備をしてみよう。うん、私もカエルは可愛いから大好き。紙を準備しよう。やった、両手を使えるわ。そっちは片手だけね。この細いマーカーを使ってみようっと。まずは半分のハートを2つ描いて、下をつなげてから上もつなげてみよう。次は可愛らしい手と指。目を描き終わったら色を塗ってみようっと。やっぱりカエルだから緑を使わなきゃね。よし、両手を使っちゃおうっと。2本の手だから2倍の速さでできるはずだわ。作戦成功、うまくいってるわ。やっぱりカエルの手と足はちゃんと可愛く描かなきゃね。よし、次は色を塗ってみようっと。すっごく早くできるけどちょっと雑かも。急がなきゃ。うわ、煙が出てきちゃった。ああ、マジで、なんで火がついちゃったの。やば、カエルの絵がこんなになっちゃった。色を早く塗りすぎちゃったみたい。私のカエルには火がつかなかったわ。ほら、かわいいでしょ。うわ、グミのカエルだわ。この絵から出てきたみたい。絵を揺すってみよう。シェイクシェイクシェイク。うわ、グミのカエルがたくさん出てきた。
うわ、すごくいい匂い。メロンみたい。もう我慢できないから食べちゃおう。うわ、めっちゃ美味しい。グミって最高。うわ、何やってるの？もっとゆっくり食べれば？ダメ、大好きだから止まらないの。暇だな。でも休憩ができて最高。お菓子食べられるし。ぐぅ、何？校長先生が来た。みんな聞いて、このポップイットのスマホケースを探しているの。はい、ここに台紙があるわ。台紙？なんだか嫌な予感がする。でも負けない。どれどれ、もういいことを考えた。このお菓子が使える。台紙の上にこうやって置く。綺麗に並べてね。あとは最後まで埋めるだけ。完成。いいじゃん。あ、私だって。この綿棒が必要。よし、あとは絵の具。綿棒にオレンジ色の水玉模様を描くの。一列にね。この青きれい。素敵な色。青が一番好きかも。準備ができたらあとは転がすだけ。できた。大成功。校長先生、できました。うん、あ、はい、見せて。なるほどね、よくできました。そっちは？もちろん素晴らしい作品ができましたよ。ああ、最悪、全部落ちちゃった。すごくいい出来だったのに。本当なんです。信じるわ。でも今回は彼女が勝ち。嘘、スマホがもらえんの？ポップイットでも遊べる。電話してみようっと。もしもし、大きいのお願いします。早かった。最高のサービスね。やった、ピザの時間。お腹すいた。彼へこんでるみたい。ピザ頼んだんだけど一緒に食べる？やった、どうもありがとう。どうかな。あ、口紅が歯についちゃった。この角度がいいかも。よし、これで完成。じゃじゃーん、校長先生だよ。その肖像画はひどい。ほら、これに色を塗ってみて。となると化粧品が必要ね。はい、一つあげる。よし、化粧品を使う準備ができた。何から始めようかな。これ、濃いめがいいかも。今流行ってるし。このピンク、綺麗。次は青。まぶたにつけるの。キラキラがたくさん入ってる。頬も忘れずに立体感をつけるのがポイント。次は髪の毛、ハイライトを入れてみよう。この紫素敵。私も紫色の髪にしたいな。そばかすをつけるともっと可愛い。じゃじゃーん、完成。僕も。先生、できました。ああ、その化粧変わってるわね。見たくもない。あなたのは素敵。じゃじゃーん、景品はこれ、パレットよ。やった、新しい化粧品試してみよう。ん、待って、これチョコレートだ。でも僕のは綺麗だと思わない？僕は大好きだよ。ピエロみたい。うん、本当にピエロだ。次のチャレンジはこれ。二人とも集中して。アイスクリームか任せろ。僕の実力を見せてやる。アイスクリームにコーン。デザインもしなきゃ。可愛くなった。次は色。ちょっと変えて色を塗ってみよう。成功するはず。最初は青、次は紫になった。目の周りまでしっかり塗って。よし、ピンクになった。最高、色がいい感じ。コーンも塗らなきゃ、つまらなくならないようにね。この黄色、いいコントラスト。うわー、どうやったの、すごい。アングルは大丈夫かな。よし、私も頑張らなきゃ。どれどれ、あ、そうだ。
それもらってもいい？誰？絶対に嫌！でも本当に必要なの！何するの？私のなのに取らないでよ！もうない！ごめんね！これでよし、作り始めよう。まずはこの綺麗なテープで固定するの。もう少し必要かな。ここにも貼ろうっと。できた。これで大丈夫。完璧。先生、できたよ。もう？早いわね。でもそれアート？アートとは言えないわね。そっちは見せて。かわいい。キュートでカラフル。はい、商品。ナイス。ちょうどお腹が空いてたんだ。アイス大好き。でも冷たい。何？助けて。凍っちゃった。何してるの？そんなに冷たかった？あ、落ちちゃった。痛そうだけど大丈夫かな。次のお題は何だろうな。あー、お花だわ。よし、それじゃやろう。お花ってのは魚より難しいな。どの色を使えばいいんだ？にしてもピンク色で綺麗だな。そうか、その手があったんだ。使うのはこの色、黒。これであの綺麗な花を描くんだ。一体何やってんのか知らないけどさ、私はこっちで綺麗に描けるわよ。花びらを1枚ずつ丁寧に。お次は中。これ結構うまくいってない？できた。お魚よりずっと簡単。あ、時間切れよ。これが俺の題名、花だ。花を見た時の感情は全てを表してるんだぜ。こっちは私のお花よ。やった、イエティが私のを気に入ってくれた。このお花きれいに。じゃ、いただきます。次のお題が楽しみだわ。うわー、美味しそうなハンバーガー。うわ、これは難しいな。遠近が合ってるかどうか。これじゃダメだ。そうだ、物差しならば。よし、測れそうだな。さて、どの寸法で正しい道具を使って。うわ、時間が足りない。色鉛筆、そうだ。あはは、一番いいのはチョークなのよ。これがバンズ。そしてケチャップにレタスにマスタード。パテもしっかりと入れてね。下のバンズも入れて。わー、これうまくいってない。まだ時間が欲しいんだけど。できたのはこんだけ。イエティ、これ見て、どう思う？やった、気に入ってもらえた。うわー、って言ってもこのハンバーガー氷の中なんだけど。氷ハンバーガーなんて食べられこない。はっはっは、君のハンバーガー氷じゃないか。お次のお題は何かしらね。やった、ピザ。そうこなくっちゃ。これはずっと簡単ね。資料をしっかり確認して、これが良さそうね。形をなぞって、よし、俺はこのマーカーでピザを。そうだ、こうやるんだ。行くぞ。 PIZZA。 まだ何か足りないな。おお、そうだ、こうしてやったらどうなる。文字をこうやってつなげて、つなげて、そしてトッピングも色を塗る。これ勝ちたいな。お腹空いてきた。チーズは黄色、ペパロニは赤。
うわー、時間切れだ。イエティの審査タイム。わあ、始まったばっかりなのに。まあこれが私の途中だけど。俺のはこれ、気に入ってくれたか？やったー、俺の勝ちだ。ピザゲット。うおー、でっかい。これを半分に折って、すげー、超うまそう。いただきます。わー、トーマス、それすごいわね。想像力さえあれば何でも作れちゃいます。皆さんのお気に入りは何ですか？下のコメント欄で教えてください。この動画をお友達に共有して、チャンネル登録もよろしくお願いします。